皆さんどうもこんにちは、あやなんです。馬主、馬主、王子主、馬主、しばいです。今日はなんと競馬場に来てます。顔隠れた今、うん、競馬場に来てます。今はね、競馬場ってなんかおじさんたちが思考を凝らす場所って思われがちかもしれないですけどね、競馬場デートというものが存在しているんですね。初めてのね。そう、初めてなんですよ、競馬場。まあでもせっかく来たんだからね、まあ実際に馬券を買って、うん、ちょっと当たりも狙ってみようかなと。そうだね、思います。じゃあ早速中に入ってみようか。楽しみだな。さあ、もうすぐスタンドと馬場内、ババゾノ的な名前のやついたよね。濁点多いなって思ってたな。お、ディープインパクト。こういういろんな馬がいるわけですね。ちょっとメロ出ちゃったかな、これ。あーちゃんが喋りたいのに。あーごめんね。いや、喋って。喋ってる間ずっと寄ってきて、もうこんなんだよ。フィジカル強はい、今ね、馬券を買うところらへんに来たんですけどね、全然買い方が分かりません。右も左も上も下も私も真ん中も分からん。これからビギナーズセミナーみたいなところで馬の買い方を勉強してきます。ゴーすごいです。こんな感じになってます。こんな綺麗な内装なんですよ、ほら見て。はい、競馬新聞を買ってきました。全く読み方が分かりません。クリミラコロとテストマッチョとキングズガード、この3連単ちょっと狙いたいなと思います。この人読めてるんですよね。お伝えしようかな。ねえ、俺より男っぽいことするのやめろ。カップルで競馬場に来て競馬新聞を読むのは普通男わかる。差し置かないで俺を。普通男が読むの競馬新聞。あ、紙とペン持ってきて。うーわ、はーい、戻ってきます。一番注目されてるのはこの15番のベストマッチョっていう馬さんです。松田亮太ですね。そうです。ちょっとまだ時間があるからね、たっぷり予想していこう。あちゃん何買ったの。ではカツサンドを買いました。ありがとう。まあ、照り焼きチキンですね。競馬場のチキンっていうくらいだから、これ馬肉だったりしない？違います。これはですね、東京競馬場名物大穴ドーナツ 33.6 倍。もうほぼフードコートみたいな感じで、飯屋もいっぱいあって結構いいと思います。さっきすれ違った人が、競馬場に飯食いに来たか馬当てに来たかわからんわけって言ってたね。試行錯誤しなんとか馬券を買いました。こちらです。じゃん。僕はいろいろ買ったんですけど、一番わかりやすいのはこれ、ベストマッチョ3000円。ベストマッチョが1着になれば 5.5 倍だから1万5000円くらいになると。15番を応援しよう、ね、そしてこのね、僕の馬券見てください。あれ、ん、いい風呂の日でかけようと思ったらいいサロンパスの日になっちゃった。あれ619、あやちゃんの誕生日ですね。そして1231、僕の誕生日。語呂合わせで愛のパワーを信じてかけております。やばいやつ、やばいやつ、全然違う、全然なんだけど、やばー。はい、今ですね、終わったんですけれども、結果がですね、ふくんはもう大負けでございます。かすりもしない。恥ずかしいよ。まあ、ギャンブルはほどほどにということで、次回の動画でお会いしましょう。